はようございます。釣り子 TV です。これ野良ネズミエンペラー、これがね釣り具屋さんに売っていて846円っていうことでついに出たんですね。これエンペラーね、フローティング 27g 160mm って書いてありますが、はあね、あのキープキャストの会場とかで見かけて、おおでっけえの出んだなーなんて思ってね。で、まあ、出たら1個買ってみようなんて思ったけど、1本入りですね。それでもって、まあ、こんなパッケージで、野良ネズミは果たして運命から逃げ切れるかね。あのいつもの歌い文句ね、可愛らしい歌い文句が書いてあって、早速どんなルアーかちょっとね見ていきたいと思います。これね、名作野良ネズミがどんどん巨大化していくっていうことで、あはは、これはね可愛いですね。でもでっかくなったな随分っていう、こんなね、まあ、尻尾のまあ、しない中さもね、なんかねいいですねこれ。あもうちょっとしたフロックよりでっかいよなこれなっていうところで、エラーストーマーの浮力と弾力、そして突起物の少ない丸みを帯びたお尻は虫系ルアー史上最高のスキッピング性能を引き出しました。オフセットフック使用することで対カバー、性能も向上しますということで、でエンペラーでですね、まあ、水晶タックルどんな感じなのかなと思って裏に書いてありまして、ミディアムヘビーからエクストラヘビーのベイトロッドで使用しましょうということで、ラインはですねナイロン&フロロカーボンの16から30ポンドライン、 P だったら4号から6号ということで、で気になるフックサイズなんですけども、オフセットフック70番前後、推奨ということで、でエラストマー素材なので他のワームとかと一緒に入れていたら大変なことになっちゃう。ここら辺はね変わらないんですが、まあ、使うタックルがやっぱりねこの大きさに合わせてだいぶごっついタックルで使ってねって、まあ、こういうねフックはこうやって刺してくださいねとか書いてあるんですけども、これねおよそ1オンスになったっていうことで、かなりねズババババッとね濃いカバーの、まあ、あとはちょっと雨がビタ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 なんて降っちゃって、通常の小さい野良ネズミだとそのアピールしきれてないんじゃないかな、あとは大きなバスが一発ドカーンって食ってやろうなんていうコンディションの時に投げてみたいなって、あとはねこれから夏のシーズンですよね、暑い時期カバーの下に、バスがつく状況になった時に、通常の野良ネズミだったら、細めの PE ラインでそこまで濃いカバーにはぶち込めないとはなんとなく思うんですけども、例えば、PE のそうですね4から6号が使えるっていうことは、かなりヘビーカバーの奥の奥にピタンと入れて、でこうグリ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 とこの水押ししてガバーってね出すっていう、こういった使い方ができるようになってくるんじゃないかなっていうことで、まあ出しどころだとは思うんですけども、せっかく出たんでですね、なんとかこれからの夏のハイシーズンにヘビーカバーにぶち込んでちょっとやってみようかななんて思いますが、通常のね野良ネズミさん実はね最近ね好きで使っていて、ちょうどね色も同じね色ね、カヤネズミ持ってるんで、これと大きさ比較してみたい。これね、あの大人気野良ネズミ、でかっ、うーん伝わるかな、このとんでもなく巨大化しちゃいましたね。まあ可愛らしさはそのままに、こんなこのボリュームの違い伝わるかな、こんな感じですよ。エンペラーですね、これはどう考えても。可愛いですねこの2匹なんかね親子みたいな感じでおりますがね、はい、まあまあこんな感じです。まあね
最近やってないけどね、以前は結構フロッグのお釣りなんかも好きだったんで、その勢いで投げていけば釣れるかなと思いますけども、まあここが結構空いてるんで、でもね結構弾力はあるんで、結構バスを本気食い本気でアタックさせないとね、まあ針先出せねえだろうなとかね、でもこの尻尾がねまたなんか機能してくれそうだなとか、ほんとねちょっと使ってみてなんですけども、サイズ感としては、こんな感じなんで、ベイトタックルでがっつり奥の奥にズバババババって入れて、岸からズテッ落ちたよーデリ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 って感じになるとは思うんですけどもこっちはねなんとかね最近ね得意な人に教えてもらって、こんな感じで使うんですよなんて言ってね、なんとなくイメージがついてきたんですけど、これはねこれのね真ん中のサイズもねなかなかねどう使いこなそうかなんてね、去年やってたなんて思い出すんで、このさらに大きいエンペラーサイズ果たしてすることができるのか、まあねせっかくなんで、まあ 27g とは書いてあったんですけど、重さの方も測っておきたいと思います。まずね通常の野良ネズミね一番小さいサイズは 3.6g あるんですね。これ見た目よりやっぱね 3.8 って出てますけども、ほんとねスパーンと入っていくんですよね、スパパパパってね。これがまあ一つ肝なのかと思うんですが、 3.8g ぐらいあるね。でエンペラーね、これでっかいですけど、はい、尻尾が漏れる 25.9 って、あ、25.7 って出てますね。ということで、まあ表記よりはこれ 27g って書いてあったんで、まあ、個体差はあるのかなと思いますが、およそ 26g ぐらいあるよっていうことでね、こんだけ重さあったら遠投も効きそうですよね。まあリリーパッドとかですね、青野郎が生い茂ったそんな時に一番遠くまで入れてひたすら、ね、誘ってくるなんていうね、遠投勝負の使い方もできそうだし、まあそんな時はねやっぱり P ラインとか伸びない糸使ってがっつりね遠目で出ても針先をかけるような、そういった使い方になってくると思うんですけども、まあ何にしてもね、せっかくこの夏の一番暑いハイシーズン前に一匹ですね買うことができたんで、ぜひですね釣り場でこんな感じでしたよなんてね、実況動画の方もご紹介できればなと思うんですが、何にしてもこの大きくなっちゃったって感じですね。まあどうなることやら、どんなタックルがいいのかね、いろいろなタックルで試していきたいと思います。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちら、野良ネズミの超親分サイズ、野良ネズミエンペラー、これを買ってきてみたんで開封してみたよ、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。